この色の、ね、色のグラデーション、かわいい。この先の縁にするために。確かに、なんか今現状を見るとちょっとつ盲信かもしれないね。なんでそんな下手な。はい、皆さんこんにちは。伊豆シャボテン動物公園の滝口と壇上とタニアです。本日はこちらにいるミニチュアホースとシェットランドポニーのたてがみをきれいにしていこうと思います。イエーイ。用意したのはこっち、普通の人用の串とあと馬用のゴムを用意しました。誰が一番可愛いか皆さんに決めてもらおうと思います。じゃあ馬争奪戦しよう。ドラフト会議だ。ドラフト会議。いっせーので、ビビー。イエーイ。あ、一番馬の中でおとなしい子ですね。ビビー。ビビが来た方にします。草持って先に来た方。イメージできてます？いいえ。できてないですか？はい、この子ちょっと前髪が一番ポイントなので、この嫌だね、触られるの嫌なんです。おとなしいな、こっちは。この子はいつも結構おてんばですけど、今日はおとなしい。このブラッシングとかが好きなんですよ。予定はある？ありません。なんて言えばいいんですっけ。ちょっと盲信、ありのままに。ありのままに。思ったようにやります。はい。今日プランあるんですか？もうね、何ヶ月も前から決めてたから。多分ね、向こう多分適当やからね。でも毛量多いな、思ってる。ちょっとあんまりまだ構成が練れないですね。確かに、なんか今現状を見るとちょっとつ盲信かもしれないね。これポイントです。あ、ポイント。今日一番のポイント、今時の JK をイメージしました。はい、今時の JK 知ってるんですか？あ、はいはい、知ってます。さすが。あの男女さんとこの馬だけ顔がリラックスしてません。え、この子前髪触れるの嫌なんですよ。はい、なんで前髪から一番遠いところから行って徐々に慣らしていこう作戦。へえ。あ、でもすごい。どうですか、私の編み込んでる、ちゃんと。でしょ。滝口さん、案はあるかもしんないけど、スピードでの加点が減点ですね、これは。で、こっからです。こっからスピードアップ。そう、いらない毛はカットしてってから。へえ。滝口さん、カットもやってる。もちろん。お母さん、一旦これをさ、写してほしい。うん、写してみんしゃい。これは全部を束にしました。はい、もう完成。まだまだまだ、はい、これでおしまい。もう見ないでください。まだ4本目5です。5本目臭くなってきたからどうしようかな。どうする、全部いっちゃう。結構毛量あるんですね。そうなんですよ。竹っちょはちょっとショートパーマみたいでおしゃれっすね。ビビちゃんの魅力ですね。すごい。これ見て、この 色の、ね、うん、色のグラデーション、かわいい。かわいい。天才。生まれ持った天才よ。終わり近いですか？いや、全然。もう20分経つよ。マジな。もうなんかずいぶんシュッとしてるね。可愛いですよ。あれ、ちょっと分かんなくなっちゃった。あ、今タニアさん仕上げておりますね。でもちょっとさ、ほどいたら分かんなくなっちゃった。分かんなくなっちゃいましたか？でも大丈夫です。大丈夫ですか？
こうやってさっきまでいろんな束がツンツンしていたじゃないですか、はいはい、そんな束たちをこうやってまとめて大きな三つ編み玉みたいにして結びまして、で最後私のこだわりポイントとしては、はい、お団子、じゃあお団子から始まっておりますので、はい、最後もここをくるんとお団子をします。お団子に始まりお団子に終わるんですね。くるんってして、でこのね毛をここに入れることによって、はい、ほら綺麗にまとまって見えませんか。はあ、はい、完成、完成ですか。私の題名ラプンツェルにします。ラプンツェルですね。はい、はい、まず正面から見てこの頭の上にちょっとあるお団子、このお団子がですねとても可愛いです。レイちゃんはここにねちょっと小さい短い毛があるので、ちょっと産毛を残してあざとい感じにしました。そして毛をですね全部いっぱい束を作って編み込んでいって、一本の大きなポニーテール、三つ編みのポニーテールを作り、ラプンツェルみたいな可愛い女の子の出来上がりです。ダンジョーさん、こんにちは。こんにちは、どうですか。終わり見えてきてませんか。終わり見えてきてる。どうですか。ここからちょっと難関の前髪入るんで。難関の前髪ね。時間かかるかもしれないですね。ゆみちゃん次第ですね。はい、ここだけだよ。触ってないよ。全然触ってない。全然触ってないよ。大丈夫。すごい器用。いえ、この先をタッチにするという仕事、タッチの方が可愛くないですか。はい、完成。可愛い。題名はドレッドヘアだけどちょっとおしゃれじゃね。かわいい。かわいくない？これ時間かかるぞ。はい。もう分けて縛ってったし。花子の毛が強力すぎてゴムちぎれちゃうんだけど。樋口さん髪を結ぶの好きですよね。そう、よく私とか男女さんの髪もくくってる。そう、なんでそんな下手な。この統一感がすごい。かわいい。もうちょっとこうなってるイメージだったね。おかしいね、アナチ。完成。なんで出たんだろうって思ってるかな。じゃらアメリカンホースです。